覧ください。お楽しみください。どうぞ。
1分台に凝縮された作品をご覧いただきました。1分台と聞くと短いかなと思うんですが、やはりクリエイター素晴らしいですね。こんなに細かな時間なんだなというのを感じさせていただいています。さすが177組ものエントリーから選ばれた美術作品です。さあ次はどんな作品が出てくるのでしょうか。6作品を続けてご紹介いたします。どうぞ。
からそれぞれの国の文化、それから日本の文化への視線、それからこのお城という建物ですね、天守閣ですとか石垣ですとか、そういったものへの視線、捉え方というのが様々で、本当に素晴らしい作品が届きました。皆様、世界中に